ジョン・アルバート・ネブルジョン・アルバート・ネブルはアメリカ合衆国の政治家。ジェラルド・フォード政権で第19代アメリカ合衆国のオム長官を務めた。ネブルは1959年にニューヨーク州の陸軍士官学校を卒業し、1962年にネブラスカ州のクレイトン大学で修士号を取得した。1965年、ネブルは ワシントン DC のアメリカン大学で法務博士を取得した。ネブルは1963年から1964年まで連邦会議員、ジェームズ・アーネスト・オートンの補佐官を務めた。ネブルは1965年から1969年まで法律事務所ハウリー、サイモン、ベーカーマー・チソンの共同出資者として経営に関与した。 ネブルは1969年から1971年まで会員農務ーム委員会の副顧問を務めた。ネブルは1971年から1973年まで中小企業局の法務顧問を務めた。ネブルは1973年にノーム省の法務顧問を務めた。ネブルは1975年から1976年までノーム時間を務めた。 1976年11月4日、ネブルはジェラルド・フォード大統領により、農務長官に任命された。ネブルは、フォード大統領の任期満了となる1977年1月20日まで、農務長官を務めた。ネブルは、農務長官退任後後、法律業に復帰した。ネブルは1986年から1995年まで、 アメリカ工業評議委員会会長を務めた。ネブルは1995年から全米工業協会会長を務めた。ありがとうございます。